写真中央がペンリーク沖の平村ペンリークは、明治期のアイヌ指導者の一人、平鳥古丹の古丹コロクル。平鳥古丹に主録の長男として生まれ、松浦武四郎、左隆日氏の中に、名前が記されている。幼年から勇敢で、成長してからは、同胞の苦難を救うためにしばしば期待増ち、カラフトに渡る。1876年。 イギリス人宣教師のウォルター・デニングは、ペンリュークの家に来て、アイヌ語を学んだという。1880年、現在のビラトリ町立ビラトリ小学校の前身である、サルフト学校、ビラトリ文校の設置に尽力し、アイヌの指定を修学させた。1887年には、当時の北海道庁長官、岩村道俊に呼ばれて、アイヌの現状を語っている。 1878年、イギリス人の旅行者、イザベラ・バードを迎え、バードは、その滞在の思い出を寄稿文に残した。1879年、平取古丹を訪問した、イギリス人宣教師、ジョン・バチェラーに、アイヌ語を教えている。71歳で亡くなった時、その遺産は、土地や馬を合わせて1000円もあったという。平取町の吉爪神社の境内には、 小徳費が混流されている。ABCD 校の常吉、北海道詩人明治北海道出版企画センター、1979年、306P。ニ民ミイワオ、アイヌの父ジョンバチェラーにで消防、1963年、28から 29P。立花文7、北海道詩人明治展第4巻、北海道文化資料保存協会、1957年、 6P. アイバード、イザベラ・ワードの日本気候講談社学術文庫、2008年、80から 146P。J. バチェラー、ジョン・バチェラージ電話学記憶をたどりて、文読者、1928年、170P。ありがとうございます。